お元気ですか？谷村新司です。あなたに届ける見えるラジオラジテレ、2021年スタートいたしました。桜咲く季節、日本の四季の中でも特別に心がときめく、それが春です。もう間もなく2月が終わろうとしております。2月は1年中で一番あっという間に終わってしまう月かもわかりませんね。このコロナの状況の中、皆さんの中のひとときの笑顔、これを目指して、今日も楽しくゆっくりと始めていきたいと思います。今回は春にまつわるお話をたっぷりとしていきたいと思います。コーヒーでも飲みながらごゆっくりお楽しみください。さて、今回のテーマは3の楽しみ、3ですね、3の3、1、2、3の3、3の楽しみ、これでお話をしていこうかなと思ってます。もうこの2月下旬あたりになってくると、ついこの間もお散歩をしておりまして、町の和菓子屋さんで、春のお菓子、和菓子がこう並び始める、そんな中にういろうを発見したんですね。ういろうって知ってます？今の若い世代はほとんど聞いたこともない、食べたこともないものかもわかりませんが、僕ら昭和世代にとってはういろうっていうのはもうとても懐かしくて、この、何と表現していいかわかんない、あのブヨーンとしたあの感じ、あれになんかちょっと心が惹かれた、そんな記憶もありますね。ウイローといえば名古屋の大須のウイローっていうのがとっても有名で、懐かしいなと思ってらっしゃる方もいるかもわかりません。あと和菓子屋さんに並んでたのはみたらし団子、いいですね。このみたらし団子も考えたら、3種類ちゃんとありましたね。みたらしがこう、あんがこうくるまってるあれと、それからごま味と、草団子にあんこが絡まってるやつ、これも3つの種類がちゃんとありました。そこで今日はその3の楽しみ、なんで3つなんだろうっていう、その辺はちょっとだけ深く、探っていこうかなと思っております。